どいつもこいつも倒せばステルスだから。そうだよ。そうなんで。それ我々のステルス理論じゃそれは。で、会合はどこでやるの？20キロ先じゃんこれ。めっちゃ遠い。どれだ？そうだね。あ、これか。バカ遠いの。いや、あの八重地にファストトラベルするから、呼べたら呼ぶわ。あ、いつぞや来た。ダムの近くだ。来たな。まあ、とりあえずビバークを作ってねえ。あなたがまだ来てないから俺一人なんだけど、ビバーク。嘘。会合を止めるってことは、これは銃撃戦ってこと？ステルスなしの、ね、まあ、分からんけど、ステルスはしたいよね、きっちり最初はね。ね、俺ちょっとグレネードで敵を排除する3回だよ。いや、それはバレた後に考えることで。ああ、しょうがない。しょうがなくないが。ちょっとこの孤島のビバークを設営していこうか。 あるね。お待って、あれまさか、あれまさか、サムってやつか、あれは。ついにサムが出てきたか。ついにサムが来たか。あれ、低空飛行すれば回避ができるんだよ。サムあるじゃん、やっぱり。あったね、しっかり。低空飛行すれば避けられるっていうのが表示なかったら死んでたな。あ、表示あったの。表示あった。ドローンめっちゃ飛んでるけど。うん、わかる。変態飛行してるよ。あんな変態組まないでくれ。ね、ビバークビバーク。はい。ドローンに見守まれ、見守られながらの逆光よ。逆光。逆光すごい。まあ道路は避けようか。あ、もういい加減坂で滑るのが本当に。でもさ、そんな曖昧な滑り方するぐらい、ああゴロ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 するぐらいな、もう反り滑りでも持ってくればいいじゃん。反り滑り。もしくはさ、滑り気分満だな。5キロとか10キロのあの米のカバーをさ、反り滑り。懐かしすぎるんだけど。さて、うわあ、これウルブスじゃない？ウルブスだ。おお、これはね、バレるわけにはいかないな。ちょっとドローンみたいな音もするし。ウルブスマントつけてるよね。うん、そんな格好するぐらいならまだセンティネルの方が兵士らしさあるけど。あ、ドローンいる。マークメリディアンを排除する。こいつを排除できりゃいいのか。え、もう撃てるよ。え、どれ。あ、あれか。おい、いや待て、早まるな。早まるな。まだ敵がいるんだ。ミッション完了したけど。早まるな。どの道ここのアイテムは収集したいんだからね。ああ、スマートにやるんだよ。まず交渉にいるスナイパーから片付けるんだ。孤立している。おい、一人。もうちょっと敵をね。スナイパー、またそうやってやらかすんだよ。やらかすんだ。さっきの窓から見られちゃったからな。とっても多いよね、すごい。通信兵もいる。ゴーストとはこんなにもお茶目なんですね。ちょい、首にされちゃう。傭兵だから、ね、そうだよ。首とかない。いや、そんなことはないと思って。
あ、ドローン。かっかつ全体的に、全体的にやりにくいな。それ。右から、順番にやっていこっか。あ、危険エリア警告だ。あ、待てよ。俺、監視塔に登ろうかな。ほう。またね、シミュレーションプレイは楽しめるよ。シミュレーションプレイ。待て、入り口どっちだ。中側か。そう、中側。あ、ここ全部コンクリートだな。めんどくさい。さっきブリーチングトーチ取ったからさ、金網とかだったらいけちゃうんだけど。え、そんなのあるんだ。あるある。くれ、あ、くれたんの。それは取んないと。お、M82? あれ、さっきリスナーが言ってた最強のスナイパーっていうのは M8、 これもうどう見てもあれじゃん、バレットじゃん。まあ、まあ、でもこれサップつかないにして、確かつくわ、これ、これの、あ、つくから多分違うわ。あ、違うね。M72 だったっけ。まあいいや。さて、バレットやる。バレットだね。うん、バレット。登ったはいいけど、どの敵を撃っても。なんか急に、すごい赤い黄色がすごいね。あの、M93 ですね。あ、M93 か。違う。別物だ。このエリアに敵はない。めっちゃ真面目に巡回するじゃん。あれ、俺のアサルトレベル1になってた。劣化したぞ。劣化しちゃったよ。これまだ上がった。よし、結構叶いますね。敵がすごい。あのね、あ、3人、俺使ってたアサルト分解しちゃった。あ、俺、は？あ、スナイパーと 2MR しかないぞ、俺今。やばい、ね。まあ、偵察キル、偵察キル、ステルスする分には問題ない？まあ。あ、待った。さっきもらったレアの SMG があるじゃないか。いやー、ただなどいつもこいつも。倒せばステルスだから。そうだよ。そう、そうなんだよ。それ我々のステルス理論じゃん、それは。目撃者が消えればステルス。そう、ステルス。実質ステルスですよね。ですよね。やった。ただな、あの、複数名で行動してる敵が多すぎる。それ、俺シンクショットドローンってやつも取ったから試したいんだよ。やっぱり仮のアフガンじゃないか。ここアウロア。シンクショット誤っていた。あっ、それな。あっ、あっ、せあっ、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 お前、俺は撃つなって言いかけた。いや、シンクショットドローンどんなもんかな。いや、シンクショットイコールキルだよ。当たり前じゃん。見どころさん、もうね、殲滅ステルスの方向性だよ。なんだ、ヘリ。待って、めっちゃ強い、めっちゃ強い。弾丸のダメージがパない。やばっ。ああ、やってくれた。痛い痛い痛い。これやべえ。おお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 
俺困ったな。困ったさん。言いかけたところでも実行したもんな、君は。やるなよと。ダメですね、これは。言って。ステルスでやっちゃってください、兄さん。全員倒せば。あ、ステルスの素の字もない。死んでるし。死んじゃって。一発で体力半分持ってかれねえぐすぎるそれ。あま、あ、いてあ、ウィンドウズキー押しちゃった。あか、あか、い、うぃメディックドローン。もう一回やり直しますか。一回死んでやり直す。うん、正直このダメージ数はね、あの、まともに戦って勝てる気がしたい。はい、リセットしましょう。ここは何だっけね。リセットしちゃうか。ああ、これね、さっきとは真逆の方向からスタートになってるんだ、これ。ね。これはバレたら、もうね。ああ、バレたんだけど、すでにさっき。バレたよ。バレたらじゃない。バレたよ。何言ってんの。これ相当時間かかる。一人ずつ確実にやるんじゃ。シンクショットであんなね、3人行動してるやつの一人をスパンとやるゲームじゃないんだ。いや、なんかシンクショットの説明動画では3つ同時に出して3人ともスパパンってやつだったよ。いや、そりゃドローンが3つなんならねえ。ドローン一機にはね、キル能力1人に対してしかないね。地道にステルスですね、ファイトです。せやで、シンクショット、シンクショットなんかに頼っちゃいかん。頼っちゃいかん。怖え。マジでこれ、まずスナイパー倒さないとな。うん、すんげえ見られそう。あ、やれるな。いつ食べるんだろうか、ウクウク。あ、おい、セーフ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 。うわ、こいつ胸から上打っても死なねえぞ、一発じゃ。頭を狙うんだよ。硬い、わら。勝てぇ。勝てぇというより、俺らの武器が推奨レベルに満たないせいなんだけどね。まあ、それはすごくある。どう考えてもそのせいなんだよな。そこの鉄塔に登りたいとこだけど、この辺もやすごいな。うん。俺のレベル、この推奨レベルの4分の1も満たしてないからね。200プラスだもんね。200プラスだよ、ここ。何しに来てみたいな。おお、雷。ウルブスから来たらね、もうね、ザコの分際で何しに来たって言われて。異常なし。おっと。まあ、閉鎖すればほぼ一撃だしな、ね、ほぼってか、一撃だしな。しんどいですね、それは。しんどみが深い。怖すぎる。よし。あ、メット弾いた。そのメット持ちがね、マジでめんどくさい。そっか、これひょっとしたら武器が最悪弱けりゃメットすら弾き飛ばせないっていうオチか。それは弱すぎる。赤もやあるけど見つかんねえんだよな。いや、 EMP ドローンがあればね、最悪発電機は切るんだけどな。あ、連覚で発電機壊すのすげえ便利だった。俺はとりあえずまたこの鉄塔陣取って、最悪、うん、最悪の最悪、もうあの排除目標をなんとか倒して退散するというプランだわ。ああ、さっき排除目標しょっぱな打ってたんだけどな。アイテムは回収するだろ、どの道へ。まあね。あれ、待てよ、シンクショットって何？
真空ショットってひょっとしてそのための真空ショット？プランシーだな。プランシー。排除目標を早々に倒せるんじゃないの、真空ショットであるならば。ん？さっきのドローンの真空ショット、あれ100発100中でしょ。そうだよ。排除目標に対して実行すれば、そのあれ消費アイテムって感じでさ、敵を狙いながらアイテム使う。無力化目標の周りにきっちり敵が3人。うん、うん、ちょっとね、あまりにも密集してるからね、一人ずつ倒してどうにかなるようなもんじゃねえ。そのレベルじゃないなこれは。これは排除目標をスパパンとやった方がいい気がしてきた。やっちゃう？やっちゃうか。いや、てか今どこにいる？排除目標の目標の、あ、下か。隣、隣ってかもう、俺は一応撃てるには撃てる。ほう。あんまりエイムが安定しない場所だけど。俺もう確実にやれそうな位置で言うの。構えてる？構えてる。オッケー、じゃあ3カウントで撃つか、ここはちゃんと。お、あれメットつけてる？いや、つけてるでしょうな、そりゃ。うん。オッケー、じゃあいいっすか。はい。はい、3、2、1。はい。おっしー、メットついてたね。ついてたね。で、目標倒したけど。達成だ、これで。逃げよう。あ、ここはね、またね、しかるべきレベルになったらね、アイテム収集に行きましょうね。しっかりメットついてたからね。さあさあ、さあさあさあ、これ最初からこうすればよかったんだな、きっと。本当に。ね、不覚だったわ。まだこのレベルで来る場所じゃない。車両が来てる。これどっか近くのビバークまで戻ってヘリを要請して、あ、ファストトラベルがあるじゃん。で、ウルブズじゃねこれ。あ、本当だ。いや、こんぐらいならやる。うん、奥からも来てるけど、とりあえず警戒を解除しないとファストトラベルができないから。確かに、ある程度距離を取って相当する分には。あと奥です。OK、はい、まだ警戒解けないかな。ていうか3人も見張りがいる中で敵の対照的なやつを倒したのに、すぐこっちに向かってこなかったし、警戒解けたし。もうファーストトラベル。何なんだあの人たち。カカシだよ。そのカカシ相手にシンクショット決めたやつよ。この島か。ファーストトラベル。ガバガバ警備。あれがね、あの、誰にも見つからずにってなるとね。嫌われてた説。大変だね。あれ？どこにファストトラベルした？え？さっきの目的地のすぐそこみたいな。俺んとこ来て。どこ行った？俺、目的地の島にいるけども。そこかな？あるかも。こっち飛んできなさい。飛んだわ。あ、これパラシュート開けるんじゃないかな。俺この前ベータ行った時パラシュート不発だったんだよな。ねえ、崖ドローンの発射庫あそこか。ちょっと厳しいかな。いけんじゃね。あの、またあなただけ開いたら嫌だから同時に。なに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 、同時に行くか。ちゃんとモーション見えるのかよこれ。見えてるわ、カチャって言ってるわ。ほら、行くぞ。ゴー、ゴー、ゴー、ゴー。
全然賭けじゃねえ。俺も内心思ってたよ。あれ、ね、ナイトビジョン、ナイトビジョン使ってるとはいまいちわかんないんだよね、高さが。いや別にナイトビジョン使わなくても見えるくらい明るいから。ただ転げ落ちただけやんの。全然高さなかったわ。本当に。ああ、でもこの微妙に滑ってくんね、この傾斜なんなん。微妙よね。そう滑ってくれよ。これね、スタミナがなくなるとゴロゴロいくんだろうね、傾斜のところで。ああ、滑るとスタミナ減っていくもんな。ああ、やれやれだよ。はい。メリディアンとその幹部たちをやったぞ。借りができたわね。ありがとう。アウトキャストたちにデータの安全に注意するよう言ってくれ。センティネルと戦うのに余計な弾を与える必要はないからな。セキュリティ講習ありがとう。お役に立てて何よりだ。へえ。ドローンが一般市民を攻撃してるスケールクレジット。実際はそれどころじゃない。もっとなんかくれない。友達が何人も機銃掃射を受けた。何か挑発するようなことでもしたの。難易度の割に自分たちの用事を。本当に便利屋じゃん。ゴミを捨てるだけなのよ。まあでも暗殺だったからな。まあね、最初からあいつに撃ってればそれでよかったんです。そうだな。この場所を知らないか。助かったよ、感謝する。ただあの現実的に暗殺っていう任務を想定するならね、わざわざその暗殺対象以外の目標を全部排除する人なんていないもんな。そんなめんどくさいことしないよ。俺たちはもう殲滅を目的としてたけどね、プレイスタイルを正す必要がある。正す必要がある。目標いったらもうパッてやっちゃう。せや。